はい、今回は XR230 の紹介動画となっております。まず外観ですね、社外品の方がジータのハンドガード、ナックルガードですね、ついてまして、ヘッドライトが LED、あとデカールが貼られてますって感じですね。で、ここもジータのパーツに変わってますね。で、リムステッカーと、あとリアキャリアですね、とあとフェンダーレス、テールランプも変わってますね。でシートも多分これ変わってるのかな、張り替えの方法と。はい、あとはグリップヒーターですね、デイトナのやつがついてるのと、あとはブレースバーついてます。はい、という感じですね。でこちらですね、もう今となっては結構希少な、オフロード車になってまして、まあ、新車でもなかなか選択肢が少ない、ジャンルになってますので、やっぱりちょっと古いというか、まあ、昔ながらのですね、オフロード車が欲しいという方にはかなり刺さる車両なんじゃないでしょうか。はい、エンジンの方はですね、 FTR223 と、まあ、同系統エンジン、になっておりまして、ちょっと味付けが違うという形で聞いております。はい、じゃあエンジンの方をかけていきます。このまま山持ち込んだら楽しそうな音がしますね。はい、でこちらですね、キャブレター車になってまして、まあ、今になったら、まあ、十数年前の車両になってるんですけども、当店であれば保証1年1万キロついておりますので、この年式の車両でもご安心してお乗りいただけます。気になる方ぜひお早めにご検討の方お願いいたします。